セイタンティー、セイタンティー来ましたか？4番のピンクジャージ、そう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 、おはようございます。ちょっとメイクとかしていいですか？今日ね、メイク付き同士というものがありまして、カラコンとかさ全部つけて投資をするんですよ。格好はジャージなの。格好はそうそう、衣装はついてない、別の日らしい。ピチピチなんだけど来ました。なんでピチピチ？どうしようかな。もう1週間で初日ね。私昨日初めて投資に参加できたんですよ。私がいない時にもう 2,3 回投資してて、皆さん的にはっていうか全体的にはダブルキャストの方もいらっしゃるので、まあ皆さんもそんなに回数は多くないかもしれないんだけど、私は初めての投資だったのでめちゃめちゃ緊張してて、シーンが何個か分かれとるんよ。1シーン、2シーン、3シーン、4シーン、5シーン。これ下地。で、その、シーン稽古っていうやつは、物語がさ、切り替わる瞬間がシーンで、その、切り替わるところ、までをやるのがシーン稽古なんですよ。受験シーンが4個しかなかったら起承転結でさ、シーン2だけやりますって、シーン稽古しますって言ったら起承転結の章をやってるよみたいな感じなんですけど、投資稽古っていうのはもう起承転結の木から丸々全部通します、本番の長さでやりますよみたいなのが投資稽古なんですよ、一連通してやるよっていうのがね。 それに初めて出たから、だからさ下手からはけて上手から出るみたいなさ、右からはけて左から出るとかをちゃんとさ把握して移動してどん時にどこにおらんといけんとか、めちゃ新稽古でさ、そのどっちに履けとかさ、まあ、やってたりはするんだけど、もう緊張してそのね、一連通してやっぱさ、もうどうなっても進んでいくわけじゃけんさ、自分がどうなっとっても慌てとっても迷子になっとってもね、まあ結構実験止めてくれるけど、その本当に大変だったらね、でも止まることなく無事その、ね、初めての投資稽古をやりきれることができて本当に安心しました。よかった。昨日の夜に投資稽古をしたんだけど、また今日お昼から投資稽古があって、でその投資稽古で今日はメイクさんが来てくださって、メイクも込みでやってみるよっていう、なんです。
今日は8時から配信に参加するんですよ。参加するっていうか、ひなぎくが配信を乗っ取りに来た配信がありますので、セプトさんの YouTube の方で当日券もあるかな。あるかな。千秋楽は結構ね、もうなかった。本当にあとちょっとでもうソールドアウト。ソールドアウトしてほしいな。やっぱね、初日18日と、あとそのリズムバージョンの初日18と23と千秋楽の26が結構売れてて、あと19日はお昼がね売れてた。夜は全然。まだまだいけるよって感じでした。一般販売はまだある。うん、一応あるはいよー。ありがとう、皆さん手に取る。20日とかも、まあでも月曜じゃけんさ、来にくいよね。19日来てくださって、20日も続けてとか来にくいよね。皆さん月曜日って大変なのかな。大変ですよね。20と21だけ仕事できない。20日ね。平日難しいですよね。平日難しいんだろうなって思った。はよ、19の夜も皆さんまだ受け付けてるんだけど、でも夜も難しいよね。帰らんといけんもんね。19日が祝日になればいいのに。20も19の夜行きますよ。ありがとう、ピカッと。4月で有給って追加されるんだ。
19.1よ。そう、じゃけん月曜に備えて夜はコンヒとか多いんじゃない。やっぱお昼行くよっていう方が結構多いなって、あのお話ししても思った印象でした。実です、ありがとう。4月で年度が変わるから、まあそうよね。有給制度とかないけんわからん。有給のなんだ、有給事情が。今日は配信にね参加して、で物販の情報も出るんですよ。楽しみにしててください。私めっちゃ楽しみ。もうね、そう、何にそうって言ったかはちょっと言わんけど、まだ、でもまっすぐ夜に発表されるけんね結局。いやーもうほんとほんと可愛かったほんと可愛かったからしい。確かにね、お値段でもな、なんかあのさ、ひながさ寝っ転がってる写真めっちゃ可愛くないですか、あのビジュアルの。あれ好きだから、あれもなんかグッズになればいい。あるのかな、私もちょっとしか見てないんですけど、ヒナのフィギュア、アンピーとアイコジのさ、あの夢ゆり姿がめちゃめちゃ好きなんですよ。まあ、普段も可愛いんじゃけどさ、そりゃもちろん、まあ、普段が可愛いけん、美しい二人だからね、めっちゃ似合ってるじゃないですか。全部コンプリートしたいもん。2日間ぐらい、おととい あの STU のお仕事で、あのいなかったんですよ稽古にね。まあでもアンピーとアイコジもおとといは一緒にお仕事してたんだけど、おとといは私だけで、二人は稽古に行ってて、で昨日投資をして、あのフェイタチームの投資だったので、あの前半組のね、日程前半組の投資をしたので、あのアンピーだったんですよ夢よりが。そう、おはよう。なんかね、びっくりした、その見てない、私が知らない間にの成長
がすごすぎてめちゃめちゃびっくりした。アンナちゃん宇宙との距離をもっと詰めたいって話した。なんかね、そう、愛子島そんな話してた。私的にはめちゃめちゃもう隣にいるって感じなんですけど、もっと近くなったらもう混ざり合うぐらいには近いけど、私的にはワンピーめっちゃ褒められてた。まあちょっと愛こじのさ投資を、まだ私が昨日投資初めてだったから、愛こじも投資できてないんじゃないかな。アンピーも昨日が初めてだったけど多分ね。30分に終わります。だからね、そう、愛こじはちょっとまだわかんないんですけど、ちゃんとでもあれで投資はするけどね。ダブルキャストって大変。私はシングルだからさ、その分あのね投資に参加できるあの回数が多いので、そのね本番に向けて人より、そのダブルキャストさんより2倍さあのそう準備ができるから、まあね大変だねってなるかもしれんけど、私的にはそのやっぱ何回もやった方がさ安心できるからいいんですけど、投資全部終わったらユニバに連れてってあげてください。行きたいんですよね。ポケモン始まるよね、もうちょっとでっていう話をね福ちゃんとしたんよね。はいよ。不思議だねのドリンク、なんか出とったんよ写真が。不思議だねのドリンクめっちゃ可愛かった。見ましたか？ユニバのポケモンエリアができるのか、ポケモンのなんかができるけん。そうポケモン始まるの可愛かったですよね。不思議だね。頑張ってね、できるよ大丈夫ありがとう頑張る。あいこじが言ってたけど後半と前半で成分違うみたい。そう全然違う、でも同じ曲歌ったりするから面白いよ。本当に2回見に来てほしいです。アンピーバージョンもあいこじバージョンも。 CM でリザードンらしきものみたい。リザードンもおるんじゃね。え不思議。そういえばアンピーがさこの東京遠征にさユニバのさあのキノコ、赤キノコ持ってきてた、ドリンク入れるやつ。ユニバのイントネーションかわいい、かわいいかわいい、
イントネーションね。かわいい。ユニバ？ユニバ？ユニバ？ユニバっていうよね、でも広島の方は。見てすごくない？まつげ。ビヨンビヨン。私もそれ。ね、広島人は多分そうなんよ。この前もね、イントネーションの話、一昨日かな、ココアと話してた。ピアノとか、一番前につくんですよ。なんだろう、アクセントが。ごめん、末端恐怖症の人。末端？先端。やばい、めっちゃついた、めっちゃついた、めっちゃついた。そう、ユニはピアノ、マスカラの持ちよき。あのね、この下地をしてるんですよ、ケイトの下地。じゃけん良い、良いかも。この下地とプラスで良いって感じかな。わかんない、下地をせずにした時はちょっと重たくて落ちてきた気がするから、そう、撮りたい、撮りたいけど、こうやったらまつげがついてくる。ちょっと綿棒取ってくる。よいしょ。多分眉毛はピンク色になると思うので、自分では描かずにいきます。メイクさんがやってくれるかな。何しよう、どこまでしたらいいか分からない。眉毛だけメイクさんなの。アイシャドウもしてない、衣装は着ないんですよ。だいたいね、衣装も一緒に着るんですけど、衣装メイク月同士なんだけど、今回あのメイクさんと衣装さんのスケジュールが稽古中に合わなかったらしくて、別々の日になったそうです。
一回ビジュアル撮影できとるけんさ、イメージは湧いとるけん。ありがとう。のりたま届いたら食べて。ありがとうございます、いただいてます。写真撮るね。うん、みんなっぽいかな。アイシャドウをさ、いつも使ってるやつを広島に忘れてきちゃったんですよ。今ひなっぽそう、ピンクだから。これひなっぽい気はする。こっちで売ってないの。売っとるけど、なんかわざわざ買うのもなって感じ。スイッチも忘れた。昔からおじいさん、あわー、ありがとうございます。またありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね。え、ロールミルシー一緒一緒。キャンメイクのね、約束みたいな名前だった気がするやつ、おすすめです。リキッドのキラキラみたいな、これ。あ、違った、これじゃなかった。マイマスカラだった。これおすすめ、めっちゃめちゃキラキラです。プロミス。稽古頑張って、稽古頑張ってたわ。ありがとう。はよ、もうあと1週間で本番じゃんもんね。今日は私の出産予定日でした。私の出産で、私が生まれてくる予定日の日でした。ありがとう。8日遅く生まれてきたんよ、予定より。これもおすすめ、キャンメイクの極細ライナーみたいなやつ、クリーミータッチライナー02番。めっちゃ描きやすいです、これ。感動した、感動する、すごいって思ってたら福ちゃんも使ってた同じの。描きやすい、うん。それではアイライナー探してたから参加した。本当だ、限定色を、ありがとう。31分
行かなきゃ。前髪切ってさ、ちょっとなんかギザギザになっちゃったんだよね。はい、では皆さん、私のメイクを見届けてくださりありがとうございました。今日の夜はあのセプちゃんの方で配信があるので、ぜひ見てね。私が多分仕切っていっぱい喋るので頑張らないとという気持ちで行ってきます。ちょっとね、本当に最近毎日もうね、帰ったら眠たすぎて、そうだからいつも眠そうな顔で配信しちゃうから、なるべく朝に配信しようって思って今日朝やったのでね、夜できそうだ、元気がありそうだったら夜もするけど、今日できるかな。配信多分セプちゃんの方で22時ぐらいまで配信があるのかな。で移動とかもあるので、ちょっと離れたとこだから、どうでしょうか、わかりませんか。もしかしたらするかもしれんし、全かもしれんし、ちょっとわかんないですけれども、まあセプちゃんで配信があるので YouTube ぜひご覧ください。メール送るね、ごめん昨日全然送れなくて。それでは誕生読みます。13位キャスパー大君さん、12位ももるんさん、11位きみさん、10位ゆきさん、声なんかやばくない、9位ほじさん、8位とけんさん、7位長谷川さん、6位取り立ておじさん、5位つぼゆうすけさん、4位きょんしーさん、3位まささん、2位なかんさん、そして1位はドルルルンちちゃん、昔からおじいさんでした。ありがとうおじいさん、タロー、Thank you。 そしてラッキーナンバー22はドルルルンちちゃん、木彫りのしゃけさんでした。ありがとうございます。じゃあこれから多分眉毛がピンクになり、アイシャドウキラキラピンクになって、カラーコンタクトをつけて、多分もうちょっとチークも濃くなる、リップも濃くなるかな、でひなぎくんになります。ではまたお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。ウィッグもつける、今日そう、行ってきます。ありがとう、じゃあねー、バイバーイ。